はい、今回ですけど、本日8月22日ですね、11時より、第2弾ですね、8月の第2弾のセレクトボックスが、はい、登場しました。で、まあ予想動画出したんですけど、まあ微妙に当たっておりました。はい、まあとりあえずね、ラインナップを見ていきましょう。まあこのね、運営さんから言うと、カメラダンボと豆の木ミッキー、あとご機嫌プーがね、まあ推しで、入れてるのかなというところなんですけれども、まずツムリスト見ていきましょう。カメラダンボ、豆の木ミッキー、ご機嫌プー、ジャックスパロー、ゴーファー、ワンダーランドアリス、オール、トリトン王、メーター、マレフィセント、フリンライダー、ジュディとなっております。まあ自分予想したのはトリトン王がまず当たっていたというところと、あとはね、ジャックスパローなんですけど、ヤングジャックスパローとしてね、まあ、予想したんですけど、ジャックスパローというところですね。はい。あとはね、ほぼ予想できない、ランダムなツムになってるんですけど、まあちょっとね、ツムツムの闇というと、やっぱ強ツムが出ないという、まあ闇があるんですけど、まあ最近ね、ちょっとラインナップが闇なんじゃないかなと自分は思っておりまして。まあ、ただね、このラインナップはやめてくれみたいな感じなんですけど、まあ自分が言いたいのはですね、はい。ほぼ復活したやつばっかなんですよね。豆の木ミッキーも復活しましたし、まあ今年入ってね、ジャックスパローも復活しております。ご機嫌プーも復活しております。ゴーファーも復活しております。オールも、登場しております。メーターも確か登場しております。フリーライダーもラインナップしております。マレフィセントもね、確かラインナップしてます。ジュディはちょっと忘れたんですけど、ワンダーランドアリスとカメラダンボはね、登場してなかったかと思うんですけど、はい。8割方ね、もう復活したり、ラインナップされているツムで、今年入ってね、ちょっともうちょっとなんか新しいのとかローテーションした方がいいんじゃないんですかと思いました。自分は個人的に。あと、熊野プーさんのツムがめちゃめちゃ多い。ご機嫌プーも最近復活したし、ゴーファー、オールってもう全部、あれなんですよ。熊野プーさんのツムで、あと、第1弾で言うとランプーか。ランピーだ、ランピー。ランピーの熊野プーさんだし、熊野プーさんがなんか多すぎるんじゃないかなと自分は個人的に思っております。まあちょっと皆さんはどう思ってるかわからないんですけど、まあちなみに言うとですね、まあ8月の第2弾で引くべきかなっていうと、強いツムがほぼいないので、はい。まあスルーでいいかなと思いますが、自分はですね、まあカメラダンボがまだスキルレベル1というところと、豆の木ミッキーをちょっと育てたいというところで、はい。引いていきます。あとご機嫌プーですね。ご機嫌プーもスキルレベル1なので、引いていきます。はい。ちょっとね、9月はもうちょっといいの来てほしいな、と思いつつ、まあ、自分が欲しい積むね、まあ、闇が訪れないことを祈りながら100万引いていきましょう。437万なので、がっつり引いていきましょう。ちなみにリスト的には、マレフィセント、メーター、ジュディがスキルマンになっております。で、確率的には 11.1% というところです。豆のギミッキーはね、スキルレベル4まで持ってきたいです。ワンダーランドアリス。OK です。あとね、トリトン王があとちょっとでスキルマなので、まあ、そこもね、はい、頑張ってやりたいな。スキルマになればいいかなと思っております。ホールです。スキルレベル4です。ありがとうございます。さあ、豆のギミッキー、ゴーファー。やっぱね、こういうね、基本使えなさそうなツムばっかり来るっていうのがやっぱりセレクトボックスの醍醐味です。 OK、 ジャックスパロー、ジャックスパローもね、今年も復活してたんで、自分的にはヤングジャックスパローが来るんじゃないかなと予想してたんですけど、まさかのジャックスパローでちょっと残念だったなというところですね。さあ、おお、ご機嫌プー、ご機嫌プーはね、欲しいツムなので、まあ、スキルレベル3までは咲いていきたいですね。OK、ワンダーランドアリス。ワンダーランドアリスも、なんか、まあまあ強いっぽい。けど、全然使ってないんで、はい。
また動画出していこうかなと思います。さあどうだ、豆の木ミッキーがやっぱ豆の木ミッキーカメラ暖房がさ出ないんすよ。はい、ほらマジでいつも闇を感じてしまう。こういうオールとかさ、ゴーファーとか使えないツムばっかり来て。 OK、 トリトンをもうあと3体かな、4体か、4体でスキルマかなと思ってしまうんです。おお、やっとカメラ暖房来た。スキルレベル2です。さあ豆の木ミッキーは未だに来ておりませんが、おお、これでやっと1体ずつ来ましたね。ありがとうございます。さあまだ豆の木ミッキーはね、あと2体手に入れないとスキルレベル4に確かならないので、あ、トリトンはあと 4体か。トリトンはね、まあ常駐なんでいいかな。 OK、 豆の木ミッキーあと1体最低欲しいところですが、よし、カメラ暖房。さあどうだ、そうだ、さあどうだ、確かね437万だったんで、あと50万ですね。50万のはず。よし、カメラ暖房がスキルレベル3、ご機嫌プーもスキルレベル3まで持っていきたいところですが、うん、さあさあさあ、おお、豆の木ミッキーがスキルレベル4、ありがとうございます。とりあえず豆の木ミッキーはねこれで満足かな、自分的には。おお、カメラ暖房が急に来始めた。さあ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 、ちなみに俺ここのさ、ここのねセレクトボックスの、はい、スクショが欲しかったんでありがとうございます。ゴーファー来ました。ゴーファーとゴーテルだっけ、どっちが強いかな、同じかな。バンダランドアリス、フリーンライダーフリーンライダー、まああとあと10体ぐらいかな、スキルマンまで。オールです。ワンダランドアリス、ワンダランドアリス結構きますね。さあ、あと20万ぐらい、20万もないな。カメラ暖房が結構来る。待って、ご機嫌プーがマジで来ねえ。ご機嫌プー、スキレベ3まで持ってきたかったけど、全然上がらなかったっすね、これ。ちょっと待ってくれ。スキレベ3は最低持ってきたかったけど、よし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 、あと1体、あと1体手に入れたい。あと2回しかいけないんだけど、まずいな。おお、豆の木ミッキー。豆の木ミッキーね、あの、はい、消去数が多いので、ね、結構楽しいっすよね。いやー、トリトン、ちょっと待って。どうするか。とりあえず、ご機嫌プー、もうちょっと引いてみましょう。もうちょっと引いて、ご機嫌プーが出るか。あ、出た、出た。ありがとうございます。よかった。よかった。引いといてよかったです。とりあえずスキルレベル3になりました。ありがとうございます。ってことで、まあ、102万使ったんかな ?102万使いました。ありがとうございます。で、自分はこんな感じ。まあ、スキルレベル5のまんまですね、フリーンライダーは。で、ジャック・スパローも1体しか来なくてですね、スキルレベル4と。ゴーファーがかなり来てですね、まあ、スキルレベル3まで上がりました。で、カメラ暖房もね、なんだかんだ意外と来てですね、スキルレベル3の 50% まで来ました。で、豆の木ミッキーがスキルレベル4の 12% まで来ました。割と来てくれて嬉しかったですよね。ご機嫌プーだけちょっと来なかったかな。オールは、確かスキルレベル3から4に上がったのかな。はい。で、ご機嫌プーがスキルレベル3に最後に、なることができました。で、ワンダーランドアリスが、もともとスキルレベル4なんで、もうこいつも結構出てですね、50% ぐらい上がりましたよね。はい、多分なんで 5体ぐらいは来てるんじゃないかな。あとジュリー、トリトンはスキル、まあ、あ、トリトンは違うわ。トリトンはあと3体スキルマですね。まあ、来月の常駐積む、新積むのね、ガチャでね、スキルマにしたいところです。あとはメーター、スキルマ、マレフィセントがスキルマとなっております。はい。
ということでね、まあちょっとラインナップ的にはすごく残念な結果だったんですけれども、まあちょっとね来月期待したいな。まあちなみに言うとですね、まあ、10月はおそらくいいラインナップで来てくれると思われます。結構はい、10月はハロウィン的な要素があって、いいツムが来てくれるんじゃないかなと自分は予想しているおりますので、はい、あとはジャマレが復活するかもしれないので、10月に向けてですね、皆さんぜひねコインを貯めていただきたいです。で自分もね、それまでにいっぱい貯めておきます。はい、ということで今回はね、第2弾のセレクトボックスを、考察してみたというところと、あとはね100万引いてみた動画になりました。はい、それではね今回はこれで動画を終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。